皆さんこんにちは。おっぱい大好き夏目です。いや皆さん、おっぱいは好きですか？俺はね、もう昔から大好き。ドラゴン降臨でドラリンパックっていうことらしいんですが、もうどこがドラゴン降臨でドラリンだとね、ドスケベ降臨ドスリンパックじゃねえかつわけで、めちゃめちゃなドスケベカードが入ってますんで、今回そちらを狙って開けていきたいと思います。ドラリンカードが6種類、これがね3ボックスに1枚くらいらしいんですよね、確率として。やっぱね、そうそう簡単にはいかねえと。なかなか渋い封入率らしいんですけども、まあ別にね、ドラゴンは二の次なんで、俺はもうドスケベカードが当たればいいんで、おっぱいさえ当たればいいんで、行きましょうか。相変わらず手で行きますよ。で、12パックしかないから、まあ少ないしね。1パック1パック、ちょっと楽しんでいこうと思います。では、まあドラゴンが出たらラッキーみたいなね。もう一番の狙いはおっぱいよ。ね。いや、あのカードマジでたまんねえから。まあ出たら喋ろうか。ちょっと、先に出さずに当たるのを待ちましょう。では1パック目。まずは、ハットリトリ。お、裏切り隠れハットリトリ、ファンキーナイトメア忍び。ファンキーナイトメアって面白いよね。なんか人形バージョンみたいな感じなのかな。面白いよね。これは半蔵かな、ハットリ半蔵ということで。そしてヌートピア、あ、なんかアクアガードっぽくない。でツインパクトだね。いいね、ツインパクト、コモン。そしてお、来た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 、あ、これめっちゃ嬉しい。これね、あ、コモンなんだ。ぶっ込みの中堅8号、これめっちゃ欲しい。20枚くらい欲しい。これはね、いっぱい欲しい。あ、コモンなんだ、嬉しいな、当たりやすいの。そしたらお、チューザ夏お騒がせチューザー、結構ねビートとか速攻に入ってなかなか強かったんだよね、懐かしいな。そしておお、あ、これも入ってるんだ、逆転王女。めっちゃ相性いいもんねこれ。お、ワルキューレルピア、ルピアのね新しいやつ。なんかバルキリールピアが一時期結構高かったけども、ファイヤーバードデッキ組めそうだよね、スピードアタック。そしてこれレアかな、必ずレア入ってんのかな。お、バイナラドンデン、山札の一番下に送って1枚引く。結構強そう。あ、ちょっと重いけど、ビッグマナとかだったら結構強そうじゃない ?8 個を本当に無限回収。まあ、無限数も20枚ぐらい。とりあえず20枚ぐらい欲しい。あの、おっぱいはね、無限回収する。おっぱいマジで無限回収。わ、雲海夏いな。忍びがなんか復活してんのかね。いいね。忍者ストライクすげえ好きだから。やっぱ戦国編すげえ楽しかったな。懐かしい。あ、スプラッシュクイーンもね。そう、あの、ドスケベドラゴン。おっぱいドラゴンね。ドスケベスがおっぱいドラゴン。そう、おっぱいドラゴンも欲しいよな。やっぱおっぱいはさ、ジャスミン、そう、スノーフェアリーがマジでエッチすぎる。お、ベラドンナちゃん。めっちゃ嬉しい。俺持ってないからさ、再力いいな。お、これめっちゃ強くない？あ、今はそうでもないのかな？シド、革命チェンジ。普通にうざいよね。めちゃめちゃうざいよね、これ。シド。やってない時もね、動画はちょっと見たりしてたからさ、対戦動画。これうぜえよな。で、お、捨て頃。で、お清め。捨て頃も強いんじゃねえ、これ。名前よく聞くんだけど、捨て頃。お清めいいね。あ、違う、お清めシャラップ。あ、お清めトラップじゃないの、これ。あ、でも効果一緒じゃない？あ、ちょっともじってるだけ？効果一緒で名前が違うだけか。お清めシャラップ、面白いな。お清めシャラップ。シャラップ。シャラップ。ね、スパイスくん、懐かしいな。そして、レア。お、カツキングジュニア。お、めっちゃいいじゃん、カツキングジュニア。これ強いよね、普通に。ボルドギとか、ゼロトリガーで出たらめっちゃ強いみたいな。なんだかんだね、こいつ強いカード出ると嬉しいな。おっぱいだとか、ドスケベだとか言ってたけどさ。ね、ちょっとでもドスライズが来ねえな。ドスケベサプライズ、ドスライズが来ねえな。いや、楽しいな、パック開封。ドリームメイト。やっぱ懐かしい種族多いね。忍び！スピアータで、ブロック破壊。ちょっと、癖強そうだね。イラストめっちゃいいの、ね。で、カツエモン、な、ドラえもん？革命チェンジ。お、え、革命チェンジでスピアータ与える。なかなか。で、あ、パーロックまだいたの？懐かしい。え、パーロック。お前生きてたのか？めっちゃイケメンなってんだけど。なんか、めちゃくちゃイケメンなってんだけど。どうしたお前。ちげえ、女の子か。おっぱいあんじゃん。おい、おっぱい。ファーストおっぱい、パーロックか。レディーパーロックってそういうこと？レディー。え、何？性転換したの？どういうこと？女、でげえ。おい、でげえ。イケメン系美女だわ、これ。かっけえ。めちゃめちゃいいもん持って。お、新影懐かしいな。新影流野球ドラゴン。これもね、ちょっと X っぽく使えるからね。ドラゴン全部アンタップ。ちょっと X 的な感じで使えるからさ。なかなか強いよな、こいつも。で、おちゃっぴー。スノーフェアリーはね、で昔からなんだかんだ可愛いかどうかったからね。なかなかいいカード。おちゃっぴー。おお、きたー、これ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 、これも4枚欲しい。これね、まあ賛否両論だけども、俺は面白いと思うし、
使いたい。ちょっとデッキ組みたいね、これ面白いデッキ組みたい。そしてレア確定だね。レア枠はドン、カツラデランス、アフロいきまアフロいきまーす。こういうねデュエマのあからさまなネタ好きなんだよね。まあでも欲しいカードノーマルはねちゃんと来てくれた。ただちょっとおっぱいがおっぱいが来ねえな。ちょっといいカードはねノーマルのいいカードちゃんと来るんだけど、おやったるわ、ナッツラムだね。めっちゃ使ったわ、お世話になったわ。何これ、イザナイウェディングアパッチ、アパッチもね悪いことしまくってね。アパッチもよ結構使った俺も、無機のイザナイアパッチ能力、あバニラサポートがこれ面白いね。バニラサポート、こいつ出た時にバニラ出せる、なかなかおもろいね。でいいね。あこれ知らなかったわ俺ね。あえてねあんまカード見ないようにしてんだけどさ、裏切り隠れ、隠しレシピ、隠しレシピ、料理がうまいのかなこれ。スプラッシュクイーン、スプラッシュクイーン忍び、おいスプラッシュクイーンで忍びくのいち、見てこれ、うわでかっ、おいたまんねえぜおい、なかなか、うわ足もこれ、これやべえな、これやべえな、クラゲみたいな感じかこれ。忍者ストライク2、ちょっとプリンっぽいな、アタックもブロックもできない、忍者ストライクでプリンっぽい感じ、うわめっちゃいい、能力も強いし、これはたまんねえな最後トスキベカード、そしてあデーモンハンドね、これまた引きずり込まれる、デーモンハンド、レイの牛、ファンキーナイトメア、あレイの牛ってこと、あのデーモンハンドのイラストに写ってるレイの牛ってことか、でまた引きずり込まれる面白いわマジで、デュエマのこういうとこほんと好きだわ。そしてあイザナイオーロラ、これ昔からあるね、オラクルエピソードにいたやつ、これも可愛いね、オーロラスノフェアリー、そして、ベロリンガ M 第3種、ベロリンガっていいのこれいいのモロだけどいいのこれ、ベロリンガ大丈夫これ。でおんなんかこいついたよな、なんだっけ、ローソン限定のさプロモカードじゃなかったっけ、違うっけ、あバンジョーだ、今思えばあれバンジョーじゃん、これの元ネタなんだと思う、バンジョーだバンジョーだ、トリガーでドリームメイトを手札から出せる、なるほど、それリメイクカードね。ドラゴン降臨でドラリンでドスケベカードでドスリンなんで、せっかくだからねドラゴンでありドスケベである、ちょっとフォルテママに変えるわこれ、ちょっと今からフォルテママで行くわ、やまし頼むわ。あレアか、俺が一番狙ってるやつ、あ違うレアじゃねえ、アンコモンだっけ、頼むわ、おここルピコで、いちごケーキ、いちごのショートケーキを食べたの、お腹のお腹がトリトントンとタンタンとティントントリトントンってわけわかランボルギーニーで、ユーナギ、なこれ昔からいたかな、なんか見たことある気がする、かわいいね、足すげえな、さっきからお前ね、おちゃっぴーもなかなかさ、足お前これ足で、問いにノロン、数学っぽいな、革命人事ノロンで、おお来たちょっと一番の狙いではないけども、来た、恋愛妖精アジサイ、おい見てこの太もも、足おめこれ足いいのこれ、これいいの、許されるのこれ、これおめダメだろこれ、おいたまんねえな、なかなかでけえ、しかもおいこれはダメだお前、ええ加減にしとけよ、メガネ俺一番ではないんだよね、でもね俺の一番はね他にいる、でメイ様、これはね獣関係、これはね別のあれだね、そういうコアなファンがいそうだねこれね、メイ様エピソードのカードかな、メイ様懐かしいね。そしてドン、おバンベ、おいマジか、バンベ、バンベ再録なんだ、いいね、黒枠、黒枠のさバンベ持ってねえから嬉しい、離れちゃった時にね、いや売らなきゃよかったね本当に、マジでね今後悔してる、結構ね高いカード売っちゃったりしたからさ。そして来ました、カシスソーダー、アイドル系ね、ちょっとプリキュアっぽいな、あでもプリちゃんかな、なんかあのプリティシリーズっていうの、あれなんかプリパラとかなんかそんな感じだね、可愛いじゃん、いいね、カシスソーダ、そしてお忍者妖精ユリカマ、ちょっとジャスミンっぽいね、忍びマジで多いな、おお言ったら来たわこれめっちゃいいのこの並び、ジャスミンも可愛いね、おカシスオレンジ、おこれめっちゃいいじゃん、カシスソーダからのカシスオレンジ、ユニットこれ結成できる、これあ応援してくれるみんなが元気をくれる、届けるくれる、
サイン会ね、お渡し会、握手会、これユニットがマジでこれプリパラじゃね、プリパラプリちゃん、マジプリティシリーズ、めちゃめちゃプリティシリーズ、かわいいね、いいね。そしてビビンババいつれ読みづれえな。そしてお、アポカリ、アポカリ再録なんだ、いいね。なんだかんださ、どうしようもないときアポカリ頼みってなるよね。アポカリ結構好きだわ、いいね。そしてドン、スペースタコンチュ、なんかこの宇宙人破壊感、無理やり引かせてさ、ライブラリアウトとか思ったけど、ちょっと微妙か。破壊か、離れる時だったらね。まあでもちょっと使いづらいかな。どうだろう、なんかコンボとかあれば面白そうだけどね、無理やり引かせるっていう。でソプラノ、なんかターミネーター、海外の映画にありそうこれ。ちょっとめっちゃ種類多いな。でさっきと同じね、お、コスモポリタンも再録なんだ、いいね。そう、アドミラルクイーンがね、なんか謎に高騰してるじゃん。ちょっと昔のね、戦国編のアドミラルクイーンのデッキもね、なんか紹介したいなと思ってんだ。そしてマリブリッキー、かわいい、ちょっとお姉さんっぽい感じ。数々のアイドルをプロデュースしてきた私だからわかるのよ。カシオレとカシスソーダでダブル C、 千年に一組の伝説のアイドル、なんかあれかな、橋本かな橋勘、こっちはプロデュースする方なんだ。かわいいけどね、普通にいいな、ちょっといいなこれ。若干年いってるのも割といいよね、たまらんね。そしてソニックマル、懐かしいぜ。でフィオナザハート、フィオナの森、まさかのフィオナの森、これこれフィオナに関係あんのかな。そしてレア枠ドーン、エモーショナルハードコア、あ、虫系だ、効果虫。ちょっと待ってよ、俺の一番狙ってるカード来ねえんだけど、あれノーマルなのに、アンコモンとかじゃなかった、こんな来ないのマジで。ちょっともっとさ、そういう話したかったんだけど。カスケード、懐かしいな、カスケード、スノーフェアリーで、教習のボンスレーで、ステニャンコ、あ、なんか海外のアニメっぽいこのイラストで、パーロックジュニア、あれパーロックジュニア、もしかしてこれえ、もしかして、あ、やっぱそうじゃねこれ、ママじゃんマジでママじゃん、フォルテママとか言ってたけど、これマジでママじゃん。もう子供おるんかこれ、子持ちでこれか、子供いてこれ、わ、なかなか、ちょっといいぞなんならちょっといいぞ、マジか、子供いてこれか、ちょっとね、俺もね、二十歳、いや、最近、これは、全然ありだぞ、おい。タイガニトロ。で、レア枠は、わ、懐かしい。ロイヤルステートファッシュ。夢はあるけど、ちょっと待って、今んとこ、カツキングジュニアと、まあ、バンベぐらいしかね、ちょっと渋いな、これ。なんかね、めっちゃギャンブルって言われてたんだけどさ、本当にギャンブルって、ゾロスターも再録。で、雲海、出た、ママ。ママ。で、ライデン。忍びがたくさん。で、そう、プレリュードもさ、妖精のプレリュード、これが入ったから、プレリュードも全然。ねえ、やってない時も集めてて、プロモとか。イラストめっちゃかっこいいから。だからなんかさ、価値上がるかなと思ったんだけど、全然。こっちだってね、完全上位交換じゃない、だってこれ。能力全く一緒で、イラストも可愛い。クリーチャーだし、コスト軽減あるし、絶対プレリュードよりこっちの方がよくね。可愛いもん。いいね、これも可愛くて。アンコモン。これも何枚か欲しいな。そして、スニーク戦車オーリー。スニーカーか。お、ブロッカー全破壊。で、レア枠は、お、来た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 、これ。いいね、エスメラルダかな、これは。懐かしいな、エスメラルダ。ね、ユニバース使った。ね、あの、メガネかけてるとめっちゃブスなんだけど、実はめちゃめちゃ美人っていうね、超可愛いっていう、超絶美少女っていうエスメラルダ。多分そうだよね。エスメル。めっちゃ可愛い。あ、でも意外とそんなちっちゃくないね。まあ、ちょうどいいぐらい。わ、めっちゃ可愛くね、これ。やば、これ。お茶、もう飲むわ、お茶。いただきますわ、これ。これもちょっと9枚欲しいわ。とりあえずこれ9枚欲しいわ。つうか、マジでさ、ノーマルなのになんで1枚も来ねえの。めちゃめちゃ種類多いな。もう、ドッキングパックがどんだけ少なかったのかって話だよね。全然ダブんねえじゃん、これ。これさっき言ってたね、でも。ダブった。お、ゴーゴージゴッチ。これ初めて。神経が、お、コットンかわいい。オラクル。オラクルはね、結構人間の見た目が多いからね。かわいいコットン。いいですか。おおおおお、きたきたー、きらめきプリンセスプリン。いただきました。ザイア。きたきた、これ。いや、来ましたよ。見てこれ。でーけ、これ。見て、めちゃくちゃでかくない？
何これ、でっかっ。いやマジさ、これまずねめちゃめちゃマクロスなんですよ。イヤホイってあったじゃん、あの問題、このカード名は何でしょうっていう、あの問題でもさめちゃめちゃマクロスでさ、キラートがね、流星にまたがってじゃんね。そう、流星にまたがってだから流星にまたがるからね、あなたに急降下ですよこれ。おい、流星にまたがるんだぜ、マジでたまんねえの。おい、俺にもまたが、これ全部デュエマだぜ。おい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 、たまんねえぜマジで。マジこれ無限回収、いやーよかった、これとりあえず1枚、とりあえず1枚これマジで無限回収、無限回収、正直一番嬉しいよこれ。しかもこの脇よ、脇わ胸脇、おい生きててさ何が楽しいってさ、もうこういう瞬間だよね本当に。お、何これ、 D の隠れ家、これ忍者か、座頭オブ裏切り隠れ、かっけえ。お、忍びが出るたびにワンドロー、強えじゃん。バイケ忍者ストライク使わないといけないから。ナッツ湧水の光人、もう少なくなってきた。あ、もう一枚くらい頼むぜプリンちゃん、あんこもんだからさワンチャン。うわ、ポン吉ナッツいな。マーシャルタッチね、何これ、玉笛ミドロ、なんだこれグランセクト、コンダマやべえなこれ、プランクトンみたいな。ツインパクトデッキで強そうで、これテントウムシ、ツインパクトサーチか。お、1マナマップ、お、かわいい、呪文のカルマインカ、かわいい。自分の単純相手をクリーチャー召喚できない、あ、トリガー使えないみたいな感じ。あ、なんかカーストオーテムっぽいね。あ、カーストオーテムじゃないこれ、めっちゃかわいいこれ、いいね、めちゃめちゃ怖い。そしてお、超規定列ギャブル、あ、相手の呪文使える、まさにギャンブルって感じか。あ、規定列だもんね、なんかギャンブル系のカードだよね規定列って。あ、ラストか、やっぱなかなか渋いね、シングル安定なのかな。とりあえずお試しで一箱買ってみたんだけども、なかなかやっぱ渋いな、いいカードは多いんだけど。ルピコね、ヘブンズキューブ、あ、ロジックキューブと一緒じゃない、名前違うだけか、マジ名前違うだけが多くない。で、ベラ。うわ、なんか、これはこれで刺さる人いるんじゃない？割と可愛いぞ、これ。ほうほうほう。なかなか癖のあるイラストしてんな。で、お、エール。これも可愛いね。応援要請、エール。結構面白そう。エールじゃん。可愛いじゃん。ブンブン、ベベベン、ベベン、ベベン、ベン、ドレッドゾーンがブン。そういうことこれ、ブンブン万太郎。何これ、ブンブン万太郎。やべえな。秩序の石、ストレイクバック。なんかオラクルの時にいるよねこういう感じのキャラクター。最後か、なんかなんか、あープリプリズン、ベリーレアか。あの革命ゼロでジョーカーズ出せるのか、まあ、ちょっと面白そうだけど、やっぱねなんだかんだ結構渋いかもね。当たりとしてはちょっと、まあでもプリンちゃん出たからいいんだけど、あれ出なかったな、あの呪文、15マナの呪文、あれも欲しいんだよね。いや、種類めっちゃ多いな、コモンなのに1枚マジで。ベリーレアめっちゃ出るけど、なるほどね、ドラリンやっぱなかなか出ないか、シングルの方がいいかもしんねえな、もしかしたらな。とりあえずあれ欲しいんだけどな、呪文。これ無限回収、とりあえず箱買うよりもこういう自分の刺さるカード大量に買った方がいいかもな。もう開けるのは楽しいからさ、もうちょい買えたら買いたいけども。んー、スーパーレアが4枚か。で、これね。どうなんでしょう。ノーマルもちょっとあれだね。なかなかダブんないね。ちょっと今回シングル安定かもしんねえわ。まあ、とりあえずこいつらが出たから、もうちょい欲しかった。まあ、という感じでした。俺はね、もうこれが出たから、もう大満足。俺の中では大勝利。たまんないね。つうわけで皆さんもこのドスケベカード狙ってぜひ買ってみてはどうでしょうか。ね。これ狙って、ね、開ければドラリン出なくてもね、多少は傷は癒えるのでね、最初からドラゴン狙わなきゃいいんだよ別に。ドラリン出なくてもね、もうこれ最初から狙ってるから。品薄だったらね、買えなかったらちょっとあれだけども、もし普通にまだ買えそうだったらもうちょっと買ってみようかなと思います。とりあえずこれ無限回収しますという感じでした。それでは、ぜひね、高評価チャンネル登録お願いいたします。おっぱい最高、さよなら。